ね、ただいまより講習会開始させていただきます。マカチュー一般練り子高校生背中の方、まず屋台に、入っていただきまして、据えた状態でまず講習を行って、その後屋台を練り上げて実践という形を取らせていただきますので、まず、屋台の方に近づいていただければと思います。すみません、ちっちゃい子供さんの方ちょっと話していただけますか。お願いします。まず最初に、まあ、祭りにおけるあの太鼓 の, あの音あの種類というものを、太鼓さんの方に協力してもらって、打っていただきます。その場面によって、太鼓というのはやっぱり変わっていきますので、どういうふうな太鼓があるのかというものを、まず、まあ、中学生の皆さんもおられるので、まずそこから勉強させていただきたいなと思います。まず、最初に、屋台蔵から出すとき、半上半上をまず1番目に打ってもらいます。Oh, yeah.
王馬鹿ですけども太鼓の種類になります、皆さん、非常に元気な声出していただいてありがとうございます、引き続きまして、この屋台を据えた状態で、まず、屋台の上げ方ですけども大体、本坊につき、まあ、8人マックス、まあ、脇坊は9人ぐらいと大まか思っていただければいいと思います。そうでないと入りすぎましたらやっぱりその足場がない寝れないということになりますので、そういうふうな、皆さんが寝り子として入られるときには、まあ、その理想の人数というものをしっかり把握していただければなと思います。あと、まあ、あと次大まかな各所の練り方なんですけど、まず勘抜きですけども、背の低い人が入ればやはり上がりません、肩が届きませんので、やはりそういうふうな身長に見合ったやっぱりそういうふうな割り振りというのはやっぱり大花とか取締り中心にやっぱり、考えていかなければならない部分もありますので、やっぱりその自分の身長に組みした、練り方というのもまたお願いします。では今から、実際にちょっと屋台に型を入れていただきまして、大花や取締り中心にまず最初に、屋台の練ってる時に型をどういう風に変えるのかというのをまずやっていきたいと思います。取締り大花の方ちょっとご協力お願いします。そのまま、据えた状態でまず型入れてもらえますか。皆さん練り子の皆さん勘抜きもどんどん入れてください。ここ3人、南向いてください。こっち側を向いてください。本坊4人だから7人いいですか。で、まあ、進行方向が、今南を向いてますけども、次北を向くときには、肩変えろというふうな指示が大花から出ます。でその時に、どのように、肩を変えるのかですけども、屋台から、肩を離さず回ってください。背中回せ、首をイメージ的には首を練り棒につけたまま向いてください。肩抜いたらダメです。で今は、まあ、練習なんで一斉に肩を変えてもらいましたけど、理想的には、1人ずつ順番に、肩を変えていかないと安さは傾きますので、順番に肩を変えて大花からも指示は出ますので、実際寝るときにはそのように一気に肩を変えずに1人ずつ、焦る必要はありませんので、全員が肩変えた確認したら大花から前に行くという感じも出ますので、慌てず、しっかり肩を離さず、肩を変えていただきますようお願いします。次ですけども、電柱や段差をかわすときに、脇棒は頭を入れる必要があります。ちょっとそれを、で今から脇棒の練習を入ります。今本棒に入っておられる方、ちょっと脇棒一回練習終わったら、例えばみんなが経験できるように場所変わっていただいても構いませんのでお願いします。脇棒から手を出してしまうと挟まれますので、手を相手の前の腰に当てとくとか、で首の後ろ入れといてよ。頭と手入れといてくださいね。今から入った。次、実際にもう一回出てきてください。で今からブロックに見立てたやつブーッと行くんで、さっきのフッと頭入れて手を出さないっていう練習をしてください。はい、一回出てきて。はい、ほんなら、頭入れてね。はい、頭入れる。やばい、この据えとう状態でも首が離れてもあかんで、抜けたら頭出して、頭出して、で引っ込めた頭は障害物が抜けたら出してください。はい、もう一回行くよ。
え、次ほんなら交代、人と両方交代。もう朝やいい。手入れたらあかん、左手入れたらあかん。この状態で実際ちょっと若い子にここで挟まれてるの？その中に入ってもらって、まあ、どういう風に逃げるかいうのを、やりたいと思います。だから、ヘリコの皆さんちょっと今度から中学校の方にどんどん入っていってもらって、どんどんあの交代で、この落ちてる方入っていってください。どのように逃げるのか、で実際にどこどういう風に、空間が空いているのか。もっといいスピードが、かっきょっともっといいスピードがあるやん。で腕回さんと、腕はもう脇も上を置いとって脇も下に手入れるようにね。こうやろ、ここで
お父さん見たことないけど、この見え方もええんやけど、まあ、大体ここまでしか行かへんの。足を絶対外へ逃がすいうことをしか意識しておいてください。順番にどんどん変わっていってください。本坊のそこで行くと、ほら、もう脇を行ってくるから、本坊を出ていても脇坊の方に足を出せば本坊の人でも足挟まれる可能性があるんで、そういうのも気をつけてください。脇棒はまあ実際地面にパリタッとつくことはほとんどないですけど、やっぱ脇棒受けの下に足が入っているとか、やっぱり山の練り場とかお宮前の練り場は砂になるんで、まあ、泥台が潜り込まれて、まあ、スペースがなくなるというのもありますので気をつけてください。屋台を矢を刺した時に刺してから、肩へ戻すという練習を予備の脇棒を使ってします。今から実際に太鼓を打ってもらうんで、この予備脇棒で、まあ、ギャーさんから入れてもらって、まず刺してそこから下ろす、刺して下ろす練習します。下からそういうとこだから、ね、
で、どうしても安さきしむから脇棒を前後するけど絶対手出したらあかんねん。挟まんようにな。相手の肩も入ってくるから。はい、な脇棒を離すから脇棒を離して、はい、出てきて、これもさっきの電柱と一緒で肩当てた状態で抜いて抜いて出てきてね。はい、じゃあこっちもう一回。はい、離す。離れて出てくる。交代、交代。いくぞ。いくぜ。ようやさん。Yeah.
げるYo!
ハハハハ。